ます。もう少ししたら始めます。おはようございます。はい、10時になりましたのでオープニングを始めさせていただきたいんですが、その前に少しだけちょっとまだもう一人の司会がまだ来てないので、その間に、はい、サミットのアプリをダウンロードいただきたいんですが、左側が iOS で右側が Android なので、今日初めて来たよっていう方いらっしゃったら今の間に QR を取っていただいてダウンロードしてください。来るかな、始めていいかな、始めますよ。はい、それでは Code for Japan Summit 2019 in 千葉オープニング2日目を始めさせていただきます。よろしくお願いします。おはようございます。はい、でですね、来るかな、来るかな、あ、準備中かもしれないので、ちょっとそのまま始めますね。はい、自己紹介をしますね。はい、2人いますと。で、私は Code for Japan の武井貞と申しまして、昨年度の新潟のサミットからコードフォーサケというのをやっていて、去年じゃないですね、昨日もみんなで飲ませていただいたんですが、そういうこともやっています。で、あとリタリコっていう会社で働いているのと、あと大学院で今小児発達子どもの脳みそとかを勉強していたりします。で、もう一人がちょっとフル装備がまだ多分できてないので、はい、ちょっとまだ準備中なんですけれども、コードフォー流山とシビックテック全千葉で活動されていて、あとこの国のですね、大切なところになっている派遣社員というふうな形で書いておりますので、そういう形で紹介させてください。はい、各種ツールの説明はもう一人いなくてもちょっとできるので先に進めますね。で、インターネット環境なんですけれども、この SSID ですね、学内全体で使用いただけるんですが、iOS のアップデートは厳禁ですと。これをするとですね、 YouTube の中継が影響されてしまうので、重たいものはここではやらないように気をつけてください。はい、で、一つ目が UD、 あ、帰ってきた、どうしました、どうしました、はい、どうも、はい、はい、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。どうした、昨日はツッチーマウス、はい、ツッチーマウスが昨日はいましたけど、いた、昨日ちょっと疲れすぎちゃって、はい、今日はちょっとジャングルクルーズから私、土屋敏弘が皆様を楽しいクルーズへ、ご紹介します。はい、ちょっと遅れちゃった、ごめんね。大丈夫です。 UD トークのちょうど紹介をしようとしてたので、はい、まだ大丈夫です。バッチリですね、もう流れてますね、はい、流れてますね。 UD トークの紹介をしたいです。あ、いた、よかった、はい、はいはい、皆さんおはようございます。おはようございます。大丈夫ですか、なんか人数少ないですよ。大丈夫です、大丈夫です。朝までね、飲みすぎたんだけど、朝までやってた、飲みすぎたんです、そうだ、大丈夫です、大丈夫です、はい、そうそうそう、というわけで、2日目始まりました。今日もですね、いろんなセッションとかですね、いろいろあると思うんで、はい、楽しんでいていただけたらいいと思います。はい、そこでですね、まず今日楽しむためのツールを3つほど紹介する中で2つを僕担当させていただきます。はい、まず1つ目、 UD トークです。今こちらの画面に出ているリアルタイムで音声認識をしながら自動的に翻訳するアプリです。これを使うことによってですね、ユニバーサル対応、例えば耳が聞こえない方が参加したりとか、あとは翻訳をすることによって、まあ、いろんな言語に対応してますよというふうな感じです。なので手元のアプリでも見れるんで、手元でも見ることができます。で、それであとみんなで編集、この音声認識の結果間違ったところはみんなで編集することができます。はい、なので積極的にですね、参加していただければいいかなと思います。はい、どんどん編集できます。じゃあその手元で見たりとかですね、みんなで編集する方法ですが、次のツールに行きたいと思います。はい、はい、実は今回のCode for Japan Summitはですね、公式アプリがあります。なんと、はい、ですね、Code for Japan のですね、共に考え、共に作る、共に作るですよね。はい、はい、私は東京都練馬区から来てますけども、練馬区のモットーがですね、共に考え、勝手に作るというですね、そういうコンセプトでやっております。なので今回サミットのアプリ勝手に作りました。はい、はい、でも勝手に作った割にはですね、結構好評なんですよ。はい、で、先ほど
QR コード出てましたけども、皆さんのつけているネームカードの裏にですね、サミットの公式ホームページあります、はい、そこのバナーからそこにバナーが貼ってあってインストールすることできますので、ぜひインストールしてみてください。やってみてください。それで何ができるかというとですね、まず現在開催されているプログラムの内容や場所を確認できます、うん、はい、で自分だけのお気に入りリストを作ることができます、はい、それでこれが、メインです。参加したプログラムにチェックインすることができます。チェックインしてください。早速やってみましょう。やってみましょう。アプリもうインストールしましたね。やってみてください、はい、してます。はい、したらですね、今2日目のオープニングトークタップしていただくとですね、このプログラムにチェックインをするというのがあるんで、はい、はい、それチェックインしてみてください。いいですか、しましたか。はい、そうするとまあチェックインします。はい、はい、そしたらですね、次ジョイってボタンありますよね、はい、今回のサミットの、テーマはスパークジョイ。スパークジョイです。ときめきですよね。ときめきです。今ときめいてますか。ときめいてますか。今ときめいたらジョイボタンを連打してください。連打してください。あ、連打にも対応してます。連打どうせみんな連打するんだから、はい、そうするとですね、もう行きましたか。待ってますか。ある程度溜まるとですね、スパークジョイボタンに変わります。もうだからなんだって話もあるんですけども、はいはい、昨日懇親会で最多チェックイン賞とスパークジョイ賞が表彰されました、はい、今日のはどうするんだって何も考えてませんでしたけど、今日はどうするんでしょう、はい、全部リアルタイムにモニタリングできます、はい、だと昨日はちょっとバタバタしすぎてて設置してませんでしたが、はい、このチェックインの数とジョイの数、リアルタイムにモニタリングできるシステムをこちらでも開発して、一応予定では向こうの部屋の全部の Zoom の中継がある部屋でやろうと思っています。ぜひそこを見に来てください、はい、あとここに書いてませんけど、アプリの方から写真がアップロードできます、はい、昨日僕が告知を忘れたばっかりにですね、知られなかった機能ですけども、結構皆さんアップしてくれてですね、非常にこうサミットの写真いっぱい集まっています、いいですね、ぜひアップしてください。あとさっきのプログラムのところから UD トークのリンクがあるので、これですぐ今見たいセッションの字幕を見ることができます、はい、で Zoom とかスライドへのリンクも記載してあるものもあるので、はい、このアプリでまとめてそういう情報にアクセスすることができます、はい、というわけで、今日のサミットをですね、こうやってインタラクティブに楽しむと、はい、でアプリを使ってみてですね、来年こんな機能あったらいいなということがあったら、どしどし滝沢さんの方まで行っていただければいいかなと思います。滝沢、はい、さんにぜひはい、ごめんなさい。というわけでありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で3つ目がよいしょスライドなんですけど、はい、こちらなんですか。これはですね、みんなで質問とか感想とかがシェアできて、どの質問に自分も乗っかりたいかがすぐ見れるものなんですけれども、便利です。 QR コード読んでいただいて、はい、と試しに、U435 っていうところがイベントのテスト用になっているので、これを入れてもらうと、そこにいろんなコメントが書いてあります、うん、はい、でそこに、感想だったりとか質問を入れていくっていう形ですね、はい、はい、そうすると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 こう、そうするとあ、そうするとだ、忘れてました、ごめんなさい。そうすると今日はなんとそうするとこんな風に、ね、そうなここに出てくるので、はい、それがこう何個質問がここにあるかとか、そうですね、っていうのが出てくるのをこれを使ってください、はい、一回ちょっと試してみますか。試してみましょうか。はい、ごめんなさい。じゃあ今スライドに入ってもらって、すいません、ですね、イベントコードが CFJS ですね。はい、これは基調講演の、はい、基調講演のものが今開いてますね。これはこう、そうですね、基調講演のやつを開いています、はい、普通のやつが今消えてしまっているので、はい、どこに入って、こっちかな、違うね。一回基調講演のところに、なるほど、じゃあ後でまたやってみましょう。後でやりましょう。後で、視聴講演の時にまたやりますので、はい、皆さんそこで試してみてください。失礼しました。はい、はい、ちょっとこ URL、はい、ということで大事なお知らせでーす、はい、さあこの後、みんなで活動発信していきましょう、はい、今日の様子はですね、このハッシュタグ CFJ サミットというタグをつけて、はい、ぜひ SNS の方に発信してください。で写真を写されるときはちょっとこう見知らぬ人の顔が写っちゃうときはちょっとご配慮いただけるとありがたいです。はい、はい、じゃ続きまして撮影、メイン会場こちらでも撮影しています。メディアの方のですね取材が一部入っております。まあ、ちょっとメディアに写真されされるのはちょっと恥ずかしいな、事務所からちょっと NG かかってるなみたいな、そういう方がいたらですね、緑のストラップをちょっとこう受付の方から受け取っていただいて下げてください。緑下げてる方はですね、バリア貼られて写真写らないようになりますので、はい、こちらを受け取って使うようにしてください。はい、
あとは運営進行に関する、お願いです。こちら会場はですね、大学の方からお借りをしていますので、ゴミ、大きなゴミなどはなるべく各自でお持ち帰りいただけお願いします。で、各セッションはですね、時間厳守でお集まりいただきますようお願いします。お帰りの際はこちらお返しくださいます、お願いします。はい、さあ次は、会場案内です。今日はですね、いるところちょっと細かいんですけど、ここ食人、食べる神と書いて食人です。ここにいます。あとセッションはですね、隣にあります8号館クイス8という、まあ、大きな綺麗な建物がありますので、そことこちらを移動するようにしてください。ちなみに昨日使っていた5号館というのは今日は閉鎖してますので、今日は8号館とこちらをご利用ください。はい、あとキッズスペースあります。小さなお子様、ちょっと飽きちゃったなという子がいましたら、そちら8号館の105でキッズスペース用意してますので、お立ち寄りください。こちらコードフォー世田谷の皆さんのご協力で運営しています。ありがとうございます。はい、はい、こちらコードオブコンタクト、はい、コードオブコンタクト、はい、これはコードフォージャパンのコミュニティメンバーにおける行動規約なんですけれども、はい、ちょっと文字がちっちゃいのでざっくりまとめてしまうと、ざっくりよこら、はい、参加者対して安全で安心な自由な環境を作りましょうというところで、コードフォージャパンのサミットは参加者みんなで作っているイベントなので、お互いを尊重して差別や嫌がらせを見つけたら声を上げていただけたらなと思います。で、はい、小さなことでも構いませんので、何か気になることがあれば赤いこの紐を使っているのがスタッフなので、スタッフまでお声掛けいただくか、はい、こちらのメールアドレスまでお声掛けをください、はい、皆さん楽しく過ごしましょう、はい、はい、楽しく過ごしましょう、はい、それでは次がですね、今回コードフォージャパンとシビックテックゼン千葉の2つの団体の共催でこのイベント開催されています、はい、両団体の代表の関さん、白澤さんからご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。入った、大丈夫ですね、はい、今日からの参加っての方ってどれぐらいいらっしゃいます？ありがとうございます。ありがとうございます、はい、2日目始まりましたね。始まりましたね昨日朝まで、昨日の夜から朝までの、あ、そうです大討論会みたいな徹夜組がいるはずです。そこに参加してた人とかちゃんと来れてるんですかね。すごい本当に4時ぐらいまでなんかやってましたよね。いや、本当大丈夫ですかね。ね、ほどほどに頑張りましょう。今日もありますんで、はい、昨日今日とね、はい、本当にいろんな、話が、できたと思います。コードフォージャパンはですね、皆さん先ほどみんなで作るイベントってありましたけども、この団体自体がみんなで、つながって、いることで、生まれるコミュニティです。で、僕代表とか言われるんですけど、別に法人の便宜上社団法人の代表理事をやってますけど、コードフォージャパンを代表していると思ったことは特にないです。な、皆さんそれぞれがコードフォージャパンの活動、ちょっとでもこうなんか私はコードフォージャパンのなんかやってるなと思ったらコードフォージャパンなんですよね。で、シビックテックのコミュニティは本当草の根で作り上げていくもので、本当昨日今日といろんなところでいろんなアイデアが交換されていたと思います。で、共に考え共に作るっていうのはまさにこう立場を超えて、何かを、シェアして、で実際にこう何でもいいから手を動かしてみる、声を上げてみるみたいな、そういったところが、一番重要なところだと思っています。なのでぜひ、昨日今日とですね、得たものを明日から、少しでもこう、作るというところに、生かしてもらえると、このサミットやった意味があるんじゃないかなというふうに思っています。まだ全然1日、いろんなことがあると思いますので、ぜひ、楽しんで帰ってください、よろしくお願いします。はい、スパークジョイ2日目始まりました。言うの忘れてました。皆さんときめいてますか？今日の講演聞いていただいて、ぜひときめいていただきたい、スパークジョイしていただきたい、継続して、今日終わってもですね、継続してジョイしていただければと思います。このロゴにその思いを込めましたので、ぜひジョイして帰っていただければと思います。最終日ですね、最後までよろしくお願いいたします。は
はい、関さん、白澤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこれまでの様子、はい、昨日、おとといとこのイベント開催してますが、ちょっと振り返ってみたいと思います。はい、はい、まずですね、前夜祭から始まったやつ、おとといのもう夜から、金曜の夜からですね、集まって、この近くにありますテント幕張というところのコワーキングスペースで、まあ、30人ぐらい集まりいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次ですね、これ昨日ですね、昨日のランチセッション、こちらですね、千葉市の熊谷市長に、まあ、お越しいただきまして、学校の教育に関するトークというのが、繰り広げられました。非常に多くの方に参加していただきました。ありがとうございます。はい、次セッションですが、この後午後はですね、それぞれの、いろいろな部屋でたくさんのセッションが行われています。もう全部見たいけど見れないという方はですね、こういうセッション同時放映している部屋がありますので、全部参加してですね、もう全部同時に聞くみたいな、そういう聖徳太子みたいなことをぜひ挑戦してみていただきたいと思います。行ってみましょう。はい、デイワン、これ昨日の最後の、クローズセッションの時の集合写真で、すごい人数です。上から撮りました、ね、目が酔っ払いますよね、はい、もう酔っ払います。すごいです。もうこれでもね、これで多分人の顔写真タグ付けできないぐらいの、細かさでやってます。じゃあ今日も最後、はい、17時、ね、45分かな、はい、向こうでやりますので、はい、今日も来た方はぜひ集合写真収まってから帰っていただけますようお願いします。はい、はい、あとはですね、こちらグラレコですね、うん、もう各セッショングラレコを撮るところについてはこういった形で、どんな議論があったかというのが書かれています。今も後ろでオープニングトークが書かれています。はい、はい、ありがとうございます。こちらをぜひ見てみていただいて、その場の熱狂を後で振り返っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、さあ、ここで昨日のスパークジョイショーというのがあります。さっき青木さんから言っていただいたような形で、はい、いっぱい押すと、いっぱい押すとね、いっぱい押した、さあ、どのセッションが一番押されたのかの発表はこちらです。うん、わからない。これは、朝まで生テレビのやつかな、午後間でやってたやつですね。はい、はい、それが、はい、なんとこんな391人ぐらいがジョイを押していただいたということです。おめでとうございます。すごい、こんなに、これさっきの写真ちょっと写していただけると、なんか会場そんな391人もいないんですけど、いないけど裏で押した方っていうのが、391人はですね、昨日の来場者数、あ、そういうことか、間違えました、すいません。来場者数、ジョイはめちゃくちゃ何千レベルで、わかりました、はい、すいません、勘違いしました今。はい、大丈夫、はい、ということで391人ぐらい昨日ご来場いただきました。今日もこれ以上の来場者の方をお越しいただく予定です。はい、はい、ありますでは、ちょっとここで、はい、パン屋さんの紹介、パン屋さん何ですか、この唐突感ありますけど、はい、唐突にパン屋さんの紹介をするんですけど、始めたんですか、私が始めたわけではなくて、ね、違うんだ、始めてもいいかもしれないんですけれども、いいかもしれない、パン食べたい、パン食べたいという声がありまして、はい、いいですね、今日はですね、はい、パン屋さんにお越しいただいていて、はい、お、美味しそう、11時からですかね、12時から、何時からですかね、すぐにやるそうです。もうすぐにやってくれるそうなの で、 お腹が空いてる方は、はい、来ていただきたいと思うんですが、少しご紹介いただいてもよろしいですか。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。トケから来ました。トケから、トコブレッドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、改めまして、おはようございます。おはようございます。千葉市緑区トケから来ましたココブレッドと言います。よろしくお願いします。パンが好きで、パンで地元トケを町おこししたいと思って、この4月に起業しました。勢いで起業して、まだまだちょっと今大変なんですけれども、今日はそのパンを皆さんに食べていただきたい、そう思いまして、思い切って1000個超えしました。1000個。ただプレゼントではないので、ぜひ買っていただきたい。なるほど。で、今日も朝3時半にパン屋さん入って、もう焼きたてをお持ちしました。で、息子も入って一緒に頑張ったので、今日ぜひ皆さん1人まず3個以上のお買い上げ必ずよろしくお願いします。で、もしかしたら2000円以上お買い上げの方には息子からの何かあるかもしれないんで、それもまたで、初めてのこの1000個という大きな数を、ちょっと私は今完全にチキってる状態で、完売できるのかなと、ここで言うのもやらしいかもしれないんですけど、完売したいんで、皆さんコンビニには行かずにパンをぜひ召し上がってください。で、パンは本当に間違いないパンをお持ちしてます。
都内の有名なパン屋さんで修行されたあのパン屋さんもあれば、ちょっと友達の同じ 30代の、パン屋さんも持ってきてます。なのでもういろんなパンがありますので、どうぞあの皆さんお好きなパン、推し麺をよろしくお願いします。じゃあ、すぐ準備して皆さん の、お店の来ていただくことを願ってお待ちしておりますので、今日は一日よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ココブレッドさんも、時計なので多分停電というかね、台風大変だったんじゃないかと。金曜まで停電でした。金曜まで、それ1週間ぐらいですよね。そうですよね、大変でした。ずっとだったの。そうか、はい、ということでちょっと応援の意味を込めて皆さん、はい、ぜひあのパン召し上がってください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、コーヒーもご提供いただくとのことだったんですけど、はい、コーヒーのカップは見える根の古川さんが今いるのかな、はい、すごい遠くにいました。あの古川さんが紙コップを提供いただいているので、はい、はい、この紙コップでコーヒーを皆さん飲みながらパンを食べてください。はい、こちらもぜひお願いします。はい、すごいおしゃれなカップですね。はい、さあこれスポンサーの方の紹介をさせていただきたいと思います。はい、このイベント多くの企業の皆様にご協力をいただいております。まず最初に、プラチナパートナーとしてサイボーズ様、どうもありがとうございます。はい、続きましてゴールドパートナーで、ジオリパブリック様、ウェルモ様、ワコム様、どうもご協力ありがとうございます。はい、続きましてシルバーパートナーはこれらの企業の皆様です。どうもありがとうございます。はい、ブローズパートナーとしてこの3社の皆様にご協力いただきました。どうもありがとうございます。はい、またメディアのパートナーの方もいらっしゃいます。ヒローズオブローカルガバメント、略してホルグの、地方自治体を応援するメディアの皆様にもご協力いただいてます。どうもありがとうございます。はい、はい、そして共済公園協力、共済シビックテック全千葉、協力、神田大学、外語大学様、公園、こちらの皆様です。どうもありがとうございます。はい、皆さんにお世話になって今日があるんですね。はい、今日があります。はい、さあということでちょっと皆さんなんか二日酔いな感じで、なんかテンションがちょっと低い方もなんか見くられるので、ね、今日初めていらっしゃる方もいらっしゃいますので、ちょっとアイスブレイク行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあできるだけですね、ちょっとたくさんの人と自己紹介、特に会ったことない方をぜひこう巻き込んでいきたいと思いますので、今日全国各地から来ていただいてる、すごく貴重な機会だと思うので、そうです、はい、会ったことない人と会っていただけたらなと思うんですが、はい、そうですね、何をするんですか。はい、じゃあこんな感じでちょっと行ってみましょう。手順、はい、はい、まずハイタッチ、ハイタッチします。はい、はい、ニックネーム、ジャングルクルーズの土です。はい、竹貞です。はい、どこから来た、流山というところから私来てます。はい、はい、東京都目黒区から来ました。はい、サミットでの期待、もう今日は昨日よりも盛り上がっていきたいと思います。はい、お昼から子供と一緒にセッションするので楽しみです。あ、楽しみ、いいな、行きたい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで皆さん行ってみましょう。で、ハイタッチして喋って終わったら、次のまた会ったことない人を探してハイタッチをするという形で、昨日が最高人数が何人でしたっけ。昨日は6人6人なので、今から3分間で7人を皆さん超えていただけるようにいってみてください。6人ができるということは7人もできるので、はい、7人目標でいきましょうか。はい、それではまず皆さん立っていただいて、立っていただいて、はい、周りを見て知らなさそうな人を探します。知らないけどちょっと話してみたい人、はい、よーい、ドンドン。
と1分です。7人行きましょう。どうですか皆さん。はい、どうですか皆さん。どうですか。もう昨日結構挨拶してるから今日、はい、挨拶してない人たくさんできた人にはまたいいことが起きる気がするんですが、はい、じゃあ何人挨拶できたかな。じゃあ昨日の最高の6人できた。6人できた。あ、います、ね、6人。さあここから勝負ですよ。はい、7人います。7人すごい。7すごい。じゃあさらに8人。8人います。どこどこ。まだいきますよ。9人。9人はいない。いない。じゃあ8人挨拶されたあなた、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあその挨拶多くできた方に、はい、こちら竹澤さんから私から。どうぞどうぞどうぞ、はい、どうぞどうぞ前にお越しください。この方の T シャツを半ば強制的に着ていただきたいと思います。やったー、特別 T シャツ。おめでとうございます。じゃあお名前を、せっかくなのお名前を。松山と申します。あ、横浜市から来ました。横浜市から、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、昨日受賞した方にまだ渡せてないんでですね。はい、そうです。昨日は昨日実は僕1位だったよって方いたら私のところに来ていただけたら、はい、早急にお渡しします。すいません、はい、はい、すいませんでした。はい、はい、行きましょう。じゃあ、はい、まあ、グッズの紹介でございます。はい、はい、今年はですねサミットの T シャツございます。はい、何か着てる方いますか。この緑の部分の綺麗なものですね、はい、スパークジョイ、もうジョイしたいときはこれ着ちゃってください。はい、はい、であとはオリジナルトートバッグ作ってみました。はい、何か入れたいときにこちらをご利用ください。はい、はい、いっぱい資料持って帰れますね。はい、受付で販売しております。はい、ご予約ください。もう一つ、がんばろう千葉チャリティーステッカー、こういうものを作ってみました。まあ、3種類ありますね。フォード・フォー・ジャパンの、ステッカー、スパーク・ジョイ・ステッカー、あとこちら昭和注意、これちょっとね、はい、本物とちょっと違うんですよ。実際買ってみるとすっごい面白いんで、はい、ぜひちょっと見てみてください。はい、でこちらはですねお買い上げいただくと、はい、このステッカーの収益が、千葉の、支援になります。はい、9月の台風で非常に大きな、被害を受けまして、まあ、そういったところへの応援ということでですね、災害復興未来基金、ヤフージャパン様のご協力のヤフー基金、はい、あともう一つは千葉台風15号災害支援基金、公益財団法人千葉の和地域づくり基金、こちらにですね寄付をさせていただいて千葉の皆様の応援に役立てたいと思います。はい、なのでステッカーは100円からなので、はい、100円でもいくらでも、はい、5000円でも、はい、200万円まで確かいけるんですね。ペイペイだと200万円まで200万円までいけるそうです。はい、200万円までお願いします。ペイペイで払います。はい、はい、払います。はい、で昨日はですね 25,911 円、はい、集まっております。はい、ご協力いただきました、ありがとうございます。こちら千葉の復興に役立てたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。はい、じゃあ今後のスケジュール行ってみましょう。はい、今日はドン、はい、細かい、見えない、はい、見えない、はい、ので近くのアプリを立ち上げてみていただいて見てください。ポイントはですねこれ13時か、はい、ランチセッションはないですね。はい、はい、12時か、ごめんなさい、12時からですね。12時からランチセッションが5つ並んでますので、はい、いっぱいあります。それを、はい、お選びください。で最後のクロージングが17時45分、はい、これ、ね、読めない、はい、ここがポイントです。はい、こう覚えておいてください。はい、はい、はい、以上です。